南口改札口ホーム森林公園駅は埼玉県比企群滑川町大畑青にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ30。1971年3月1日に森林公園研修区の使用開始に合わせて開業した。島式ホームにメイン4線を持つ地上駅で京城駅舎を有している。北口、南口。 ホームと改札外を連絡するエスカレーターが設置されている。トイレは各ホーム上にある。2009年3月31日にエレベーターとユニバーサルデザインの一環としての多機能トイレの共用を開始した。当駅が開設される前は一駅、池袋寄りの東松山駅を始発、終着として折り返す列車が設定されていたが、当駅開設と同時に駅の下り方に、 森林公園研修区が新たに設置されたことから、1977年10月21日大ヤ改正から東松山駅で折り返していた列車は延長を運転する形で当駅を始発、終着とするようにされ、運用後は森林公園研修区に入庫する形となった。また、東部社による朝夕の入り、出庫列車に限り、東京地下鉄有楽町線、 福都新線直通列車が当駅まで乗り入れていたが、2016年3月26日の F ライナー運転開始に合わせて、メトロ車、東急車も乗り入れを開始することで、日中も当駅発着となった。ただし、それ以前からメトロ車の森林公園駅発着が設定されたことは、あり、直近では2008年6月14日、ダイヤ改正からしばらく設定されていた。当駅で、 時間調整をする列車があり、中には、富士見野で追い抜いた準急の到着を当駅で待つ、急行も存在する。一方で、上りの快速、快速急行は、基本的に、当駅を先発した電車が、池袋まで先着する。坂戸駅管区参加の駅長配置駅で、月の和駅、武蔵嵐山駅を管理する。 2020年度の1日平均乗降人員は9681人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。当駅始発、終着列車が多く設定されていることから、周辺地域からのパークライド利用者の駐車場も多く存在する。南口は区画整理が行われ、東部シティ森林公園をはじめとした。 住宅街となっており、その先には東松山工業団地が広がっている。駅の東側には住宅が少なく森林と畑が広がっている。また、東武連多サイクルが北口に設置されていたが、平成27年12月20日をもって営業を終了した。これにより、東上線サイクリングクーポンの発売は12月20日の利用分をもって終了となった。 なめ川町役場へは、立正大学、熊谷駅、南口行きバスに乗車し、森林公園南口入り口下車、徒歩約10分。下記一覧の発着地はすべて、北口ロータリー。2021年3月時点で、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、当面の間、羽田空港行き、成田空港行きは、全面運休となっている。ありがとうございます。